バイトの例バイトとは、旋盤や平ら作板などでの切削加工に用いられる工具。バイトという呼び方は、和製語で、オランダ語やドイツ語でのみを意味する、バイトルに由来するという説や、英語のビットやバイトに由来するという説がある。スローアウェイバイトの例。黄色い部分が交換式の刃先。付け人バイトの例バイトの最も基本的な要素は、刃先とシャンクである。 工作機械は、シャンク部分を挟み込むように工具を保持し、刃先を素材と接触させて加工を行う。構造によりバイトは以下の3種類に大別される。スローアウェイバイト刃先とシャンクが別の部品になっており、それらをネジ等で機械的に結合する。交換用の刃先は、成形済みの製品として販売され、シャンクに取り付ければすぐに使用できる。 摩耗したインサートは交換でき、利便性に優れるため、現在では最も一般的なバイトとなっている。標準的な形状のインサートは ISO で、規格化されている。スローアウェイとは、英語のスローアウェイから、使い捨てであることを意味する。無く、バイトシャンクと、チップが一体の同一素材からなるもの。刃先が未成形の状態で販売され、購入者が、 グラインダーなどで刃先を成形して使用する。素材は炭素工具工、合金工具工、高速度工が用いられることが多い。別名として完成バイトとも呼ばれるが、これはメーカーによる熱処理が完了していることを意味し、購入後すぐに使用できるという意味ではない。ローズケバイト鋼材製のシャンクの先端に超高合金などのより硬い材質からなる刃先を、ローズケしたバイト。 バイトと同様、刃先を成形した上で使用する。スローアウェイバイトに代替され、使用量は減っている。そう形バイト刃先があらかじめ加工品の最終形状になっており、回転する素材に押し当てるだけで加工でき、バイトを長手方向へ移動する必要がないので、大量生産に適する。ボックスツールボックスツールとはバイトを回転する素材に押し当てて、 一定の形状のものを生産するために使用するための自工具の一種。旋盤加工に用いられる各種バイトボーリングバー、旋盤加工用のバイトとしては、外形切削用、断面切削用、内径切削用、溝入れ突っ切り用、ねじ切り用など用途に応じたものが存在する。また同じ用途でも、切れ場の角度が異なるものなど様々な形状がある。 内径加工用の棒状のバイトは別名ボーリングバーと呼ばれる。ローズケバイトとスローアウェイバイトのシャンクは鋼材でできているものが多い。ムックバイトではシャンクと刃先は同一材質からなる。刃先の材質としては高速度高、超高合金、サーメットセラミックス CBN 焼き結体、ダイヤモンド焼き結体がある。 それぞれの材質に長所と短所があるが、一般的には、硬く摩耗しにくい材質ほど粘りにかけ衝撃に弱い、傾向がある。スローアウェイチップの素材としては、硬さと粘りのバランスに優れる、超硬合金が代表的である。高速度高は、超硬合金より柔らかく高温下で急激に軟化する欠点があるが、粘りがあるため衝撃を受けてもかけにくい。 バイトとしてはムクバイトに利用される例が多く、バイト以外の工具ではドリルやエンドミルにも多用される。サーメットセラミックス CBN ダイヤモンドは超高合金に対して硬度や耐摩耗性に優れる反面、粘りがなく脆いという特徴がある。このうちサーメットは超高合金に近い性質を持ち、原料としてタングステンを大量に消費する。 超硬合金を代替する動きもある。ダイヤモンドは非常に高い高度を有するが、摂氏700度以上で鉄と化学反応するため、鉄鋼の加工には向かない。この他に、超硬合金やサーメットにコーティングを施し、高度や大麻盲性などを向上させたコーテッド材種も普及している。ノーズノーズとは、バイトの葉の先端部分を指す。 ピンと尖っていると容易に刃こぼれしてしまうため、多かれ少なかれ意図的に丸みをつけて予防している。チップブレーカチップブレーカーとは、バイトのすくい面に取り付け、あるいは研ぎ込まれるもので、切削時に排出される切りくずを均一に巻いたり、あるいは破断させ、切削しやすくする。インサートの場合は、一般に、プレス成形により製造され、プレス用金型の表面形状が転写されるため、 チップブレーカーとして作用する形状をこの工程で作り込んでしまうことが多い。シャンクシャンクとはバイトを刃物台に保持するための部分を示す。またシャンクには1212、1616 12 16等その角のサイズがあり、その数値から1 2ト、mm、ル角バイト、メートル角バイト等と呼ばれる。切削加工の再バイトには大きな負荷がかかっており、合成が不足する状況では、 ビビリが生じる場合がある。ビビリを積極的に利用する特殊なバイトも中にはあるが、一般的には加工に応じた適切なサイズのバイトを使用したり、加工条件を変更するなどして未然に防ぐことが重要である。他にも、切削工具としてドリルやエンドミルなどがあるが、これらとの決定的な違いは、切ればが原則として一本のみであり。 それぞれのバイトに対して切削できる方向が決められているところにある。ABCDEFGH 沢武一、とことん優しい旋盤の本日本工業新聞社、2012年。ISBN 978から45億2606万9420。バイトとはデジタル大事線の解説。デジタル大事線。コトバンク 2013年10月8日閲覧。AB 切削材加工技術。新潟部品加工。COM 2013年10月8日閲覧。AB 沢田啓一江戸期千番加工基礎の基礎日本工業新聞社2006年。ISBN 978から45億2605万7458ありがとうございます。